ベガルタ OB の岩本輝雄さんとヤン・ヨンギさん、クラブの歴史を作ったレジェンドが初めての共演。サッカー教室で子どもたちを熱心に指導しました。いや、お互いには知ってたんですけど、初めてボールを蹴ったんですね、はい、いやだから嬉しいですよ。元日本代表テルさんこと岩本輝雄さん、2001年に初めて J1 昇格を決めた時の立役者の一人。黄金の左足から繰り出すフリーキックで多くのサポーターを魅了しました。ベガルタのクラブコーディネーターを務めるヤン・ヨンギさん、2009年チームを J1 へ導き、フリーキックなどを武器に長く活躍。まさに仙台の象徴といえる存在です。クラブの歴史を作った2人が揃いました。この日は小学生の大会が開かれ、スポーツ少年団8チームおよそ100人が参加しました。その試合を前におよそ2時間サッカー教室が開かれました。僕が現役時代は、まあ、見た通り、まあ、背も大きくないし体も強くないっていうところで、なるべく敵とぶつからないところ、なるべくもらうときにはフリー、みんなも多分こうやって疲れてトラップするより多分ちょっと相手離れた方が多分トラップしやすいよ。どう？ヤンさん、テルさんはお手本を見せながらパスのもらい方、パスの出し方を教えます。そして2人の名人がフリーキックを指導します。まずは先生たちがキックのお手本を。この後子どもたちも力強いボールを蹴っていました。楽しかったし、いろんなことを教えてもらって、勉強になりました。もらう時の動きとか、キーパーが横に動いた時の反応とか見てから蹴るって教えてもらいました。締めくくりはクロスボールからのシュート練習です。アドバイスを受けた子どもたちはゴールを決める回数が徐々に増えていきました。喋りが非常にうまい、自信があるし、力強いし、いいなと思いました。間近でテルさんのキックを見させていただいて、まあ、本当にびっくりしました。本当にただのジジイじゃねえぞ。いや、鋭いボールやっぱ蹴られるんで、これ現役の時どんなボール蹴ってんだろうなというような感じで見てましたね。自分の経験したことを伝えて子どもたちの役に立つのであればね、まあ、どんどんこういう活動を参加させていただきたいなというふうに思ってますし、それをやることが今すごく僕自身も楽しいので、次はもっとこうね、分かりやすくだったり、そういうのも考えながらやっていきたいなというふうに思います。監督とか考えてないですか？監督は考えてないですね、はい、ない。でもない。もうベガルタ全部知ってるからいいんじゃないの。あ、社長行こう。社長ベガルタ社長行っちゃう。どうそれ。またこれ勝手なことをテルさんがおっしゃる、もう本当にねあれなんですけど、まあ本当に今はこういう活動を楽しくさせてもらってますね、はい。